やっぱ私この景色が見えるところに住みたい。すごい幻想的な道的になってめっちゃモヤモヤしてる。これで決めた。おすすめの。あとこっから何時間だっけ？ちゃんどうそこ気持ちすぎる気持ちよくなった、うん、ママが綺麗に秘密基地にしたよおもちゃはもうそこに入れてるから遊びたいときはそこから出して使ってね。そこにお絵かきセットとか入ってるでしょ。入ってる。なんかお絵かきしたくなる明日しよう。明日カレー。Thank you.
ここ福井の敦賀を少し過ぎたところ、うん、ちょうど半分だね、これで半分かすごい頑張ったね。どうしてんの？ねえ、ずっと車に乗ってたら疲れちゃうもんね。すっごい運動してさ、疲れを取る。うん。どういちゃん、この白エビポテトチップス美味しい美味しい。白エビの味する？ちょっとだけするかな。ちょっとだけする食べてみて。うん、はい。うん、なんか塩が入ってるでしょ。うん、めっちゃ美味しいこれ。やっと仕事が終わった。結構かかったね。いや、だいぶかかった。やっと旅再開まだ始まったばっかりなのにそうだね。とりあえず今からシャワーがあるパーキングに行って、で道の駅までなんとか移動して寝るか。じゃあちょっとあともうちょっと頑張ってもらっていい？はい、頑張りますよ新潟県、新潟県入りました。じゃない新潟。初だね。残念ながら降りないけどね新潟も見て回りたかったね。新潟行きたいわ。
ここから何時間だっけ。3時間まだ3時間もあるか。まあでも途中の休憩がさしっかり取れてるからよりもまあ疲れてないし、うん、でまあここからあと寝るだろうしね、うん、
いね。可愛いね。うん。これ見たことない。しおりも可愛い。あ、しおり？そう。あれ、に挟むやつ。持ってスキップしてよ。ちょっと持って持って。帽子が取れた。ネギそばすごいね。本当にネギ一本なのね。アユの踊り子。あとアスパラの天ぷら。ちょっとこれ食べたい。アスパラの天ぷら。今が旬だよ。そうだね。めっちゃ美味しい。ね、ネギで食べるってどういうこと？すくって食べるでしょ。こう？そう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 。え、難しくない？難しい。頑張って。こういうこと？ネギごとかじるって感じ。マジで？カリの感じとさ、タレが。もうさ、お箸で食べてさ、ネジかじった方がいい。そのほうがいいな。全然すくえない。雨やんでよかったね。よかったね。さあさあ、どこ見るよ、お腹もいっぱいだし。そうだ。頑張る。Thank you.
蕎麦の風味が美味しい。うーん、しかもこの外がカリカリなのがめっちゃ美味しい。あ、それ絶対うまいね。うまいんだな。わ、桜。じゃないし、あれ。なんでボールの中でさ、かわいいね。食べれる。はい、ありがとうございます。すいません。また来てね。あ、かわいいよ。風邪ひくなよ。かわいいよ。お餅くんですよ。あ、塩だ。つら。行く？成長できるはずよ。草がさ、やんでってこと？そう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 。草がやるんだけど、すごいよね。すごい。あとで。ヒロキっていうお酒があるんだけど、うん、めちゃくちゃ人気らしくって、うん、多分っていうかほぼ手に入らないだから今から多分行ってもないんだけど、うん、でも福島絶対日本酒美味しいから、何かおすすめのお酒があればちょっと買おうかなって。それが安いのがいいんだ。ありがとうございます。悩むな。これも美味しいな。あと階段降りた下が県内、福島県内の状態。はい、いらっしゃったのはどちらからですか？広島です。広島、はい、はい、だと、あまりないよ。私好みのやつだって。おそらく。おそらく。ありがとうございます。はい、
お酒が買えてよかった。うん、よかった。まあ、やっぱりひろぎはなかったけどね。まあ、想定内だから全然大丈夫。入口も大丈夫だね、これだったら。うん。ゆっくり浸かろう。よし、そうしましょう。よし、すっきりしたし、腹ごしらえしましょうか。すごい楽しみなんだけど。ね。おすすめのお店。うん。運よく予約取れたからね。よかったよかった。歩いても楽しいだろうな。ねえ、ここいろいろありそうだね。うん。ここでもいいけどね、コイパでも。言ったのがいいか。そうだね、わかりやすいよね。うん。寝床へ行くのみです。